片野市立町宝寺小学校は大阪府片野市群津一丁目にある公立小学校。片野市で7番目の小学校として1975年に片野市立片野小学校及び片野市立群津小学校より分離開校した。片野市教育センターが校内に併設されている。校名は古代にこの地にあった長宝寺に由来する。 長田から寺は、片の軍河に隣接して設置され、軍河に勤める役人を教育する機関としての役割も持っていたと考えられていることから、公名を採用した PTA の OB 会があり、名称は、みのり会。長田から寺小学校校長,長、宝寺小学校の頭文字である、地と、片の市で7番目に設立された小学校であることを表す交渉になっている。 さらに三本の矢が記されており、子供たちが学びによって、上へ伸びていくことを上方向の矢、友達や先生と協力し合って育つという横の、つながりを左右の矢が表している。白宝寺大長宝寺石白宝寺大、役所である、片野軍河の周辺に長田から寺と呼ばれる、片野四彩子の寺が建てられた。長田から寺は僧侶になるための修行の場ではなく、 当時の学問施設である寺小屋が開かれていたという。村人の子供たちや軍がに勤める役人が教育の場としてこの寺を利用していた。長田から寺小学校が建てられる際、子供たちが勉強に励み、健やかに育つことを願って立派なこの寺の名前をつけたことが公明の由来となっている。しかし、長田から寺は鎌倉木に消失し、廃寺したため寺の形は残っていない。 現在は、白宝寺大長宝寺石石組みとして、群津駅の群津神社境内に石碑が建てられている。ありがとうございます。